年12月28日、北京のある肉まんの店に習近平国家主席が突然現れ、列に並び肉まんを買いました。中国の官製メディアがこのことを報道した後、肉まんの店には連日客が殺到しています。さらには当局から無視され続けている陳情者たちも店の前で横断幕を広げ、冤罪を訴えています。昨年12月28日、習近平主席が北京の刑法肉まん店を訪れたことで、店は一躍有名になりました。1月4日、官製メディアの人民日報はさらに、新聞紙面一面を使って肉まんを紹介しました。官方媒体之所以如此高度关注習近平吃包子的事情、最根本的原因还是为了宣传领导人的形象。也就是一种亲民的形象。官製メディアの宣伝によって一躍有名になった店の前には連日長蛇の列ができています。同時に北京で長年陳情を続けていても無視されている陳情者をも呼び寄せました。老百姓呢其实为什么访民到那边去呢就是有很多我们访民呢很多年上访都是走投无路啊投诉无门告状无门。ネット上には各地から集まった陳情者らが肉まんの店の前で横断幕を広げている写真が投稿されました。访民在包子店前面去打横幅，这实际上是很具有讽刺意味的一件事情，因为中国有很多职能部门都是应该处理访民的问题的，但是他们没有处理，结果访民走投无路，看这个包子店很火，所以就到这个包子店面前去打横幅。このことはネット上でも話題となっています。刑法肉まん店が陳情の聖地にレベルアップしたと聞いて驚いた。肉まんが法上に昇級したではないか。こんな批判の声も聞かれます。人民日報は肉まんに関心を寄せるように、農民工の未払い給料問題、鉄道切符購入問題、就学難、高い医療費、強制立ち退き、官僚の汚職腐敗、軍隊の腐敗、環境汚染などの民主問題にも関心を寄せるべきだ。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政治的，政府危险，就是大于家嘛。